に熱湯を入れたら、みるみるうちにスリムになっていきました。どうも皆さん、こんばんは。こんばんは。はい、もともとね、白湯が入っていたペットボトルだったので大丈夫かなと思って沸騰したばかりのお湯を入れたら、さすがに耐えれなくなったらしく、どん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 ウエストがね、キュッてなっていきました。でもあったかいです。ということでですね、今日は久しぶりに、紹介の動画は2023年で、あっという間に2024年の春が来ました。皆さん、冬から春への季節の変わり目で体調は崩してないでしょうか。今動画を撮っているこの日はまだまだ寒いです。この動画を編集して投稿する日には春の暖かさが来ることを祈っています、はい、それでは皆さん、今日も一日お疲れ様でした。ごゆっくりお楽しみください、はい、これまでは、まあ、シンプルに自分の印象に残った本とか視聴者の皆さんから教えてもらった本を読んで、その要約だったり感想を雑談していったんですけれども、今日はですね、西加奈子さんという作家さんの本を3冊ご紹介していきたいと思います。というのもですね、これは昨年の本紹介の動画を見てくれた友人が LINE でメッセージくれて、そこからちょっといろんな本の話をしている時におすすめしてくれた西加奈子さんの本を読んでいいなと思ったので、2冊ご紹介したいなと思います、はい、まず1つ目が、こちら見えるかな、西加奈子虚構の肉子ちゃんという小説です。一緒に流れ着いた北の町、肉子ちゃん
いている。太っていて不細工で明るい。キクリンはそんなお母さんが最近少し恥ずかしい。ちゃんとした大人なんて一人もいない。それでもみんな生きている。港町に生きるニココちゃん、母娘と人々の息遣いを生き生きと描き、そっと勇気をくれる傑作ということです。はい、まあ、ちょっとこれだけじゃあんまりわからないと思うので、改めて内容を詳しくご紹介していきます。
気持ちになりたいなとか、元気がもらえる小説を読みたいなっていう方にはとってもおすすめです。どん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 読み進めていくと、キクリンと肉子ちゃんがなぜ血のつながっていないのに一緒に生活しているのかとか、キクリンの本当の母親の存在は誰なのかとか、そういう秘密も分かっていくので、ワクワクしたストーリー展開にもなっています。ではここで私の好きなシーンとか言葉を紹介します。約1ページ。これですね。キクリンが学校の友達に今日うちに遊びに来なよって誘われたけど、本当は行きたくないなと思ってたんですね。ここで断ったりしたら陰で悪口を言われるんじゃないかとか、そういったことを悶々と考えて悩んでいる場面です。そうやって迷っている時に肉子ちゃんがね、行かんかったらええやんの一言を、多分何も深く考えずにパッて言ったんですけど、その一言で心が軽くなって、ああ断っていいかという気持ちになり、仮病を使って友達のお誘いを断ったシーンです。ちょっと読みますね。マリアちゃんっていう、友達からのお誘いを断ったシーンです。風邪気味かもしれないと嘘をつくと、マリアちゃんは少し黙って、それから大丈夫と心配してくれた。胸が痛んだけれど、体はどんどん軽くなった。今日は金曜日、明日も明後日も本が読める。仮病って最高だ。嘘の強度を高めるために、今日は動かしには行かず、一人で塩ラーメンを作って食べた。サッサンの肉料理も、マリアちゃんちのビーフシチューも美味しいけれど、仮病を使って食べる札幌一番塩ラーメンは、ものすごく、ものすごく美味しかった。という場面です。はい、このね、断ったらどう思われるだろうとか、自分が行きたいか行きたくないか、気持ちよりも他の人からどう思われるかっていうのを優先して予定を入れたり誘いも受け入れたりすると、まあしんどいですよね。疲れますよね。だから自分の気持ちに従って、自分の一番落ち着く空間で食べる料理って本当に美味しいですよね。なんかだから正直私は人と食べるのも大好きだけど、どちらかっていうと本当に一番幸せだなって思うのは、自分の部屋で一人で、もうどんな安いものでもいいんですけど、リラックスしながら食べている時が一番うまーって思います。はい、好きな場面としては、始まりの15ページ、一番始まりから15ページの間に、これまでの肉子ちゃんの人生、まあ、特にどんな男に騙されて、どれだけの借金を背負っていたのかといったところが全てわーって時系列に書かれているんですね。西加奈子さんのこの15ページでの肉
生の書き方がまあうまいというか、うまいって言ったら上から目線ですよね。なんかさ、心に刺さるんですよね。この始まりの15ページでなんか胸がキュッてなるんですよ。だからこの本はスタートからもういろいろと心揺さぶられます。ですか。
ちょっと読みます。昔からそうだ。私は周りの友達がいいと思うことを一緒になってしたし、それについていくのに必死だった。みんなが私と友達でいてくれるのだといつも思っていた。好きになる男もそうだ。自分から好きになるということはほとんどなかった。友達がいいと思う人でないとダメだった。だから友達に恋人を紹介するときはいつも胃が痛んだ。素敵な人じゃないと言われても、その言葉の裏に何か嘲笑するような響きがないか探した。はい、自分の行動も選ぶ恋人も全て人からの評価を軸にして選んでいるという、かなり生きづらさを感じているゆりです。で、そのゆりがですね、些細なミスをきっかけに会社を辞めてしまいます。で、やっぱりこのままでは引きこもりになってしまうという危機感から、離島のリゾートホテルに旅立つんですね。で、そこで出会ったのが抑えないバーテンの坂崎とドイツ人のマティアス。二人との出会いを通して、あらゆる固定概念にがんじがらめになっていた心をもうゆっくりゆっくりと溶かしていくようなストーリーです。まあ、ユリに共感できるかどうかは、まあ、皆さん人それぞれだと思うんですけれども、まあ、程度はあれど何かしらユリに自己投影をしたくなる部分があるんじゃないかなと思いました。で、私がちょっと共感したところを読みますね。そもそも旅に出ることで何かが変わるなどということを私は信じていない。みんなは非日常を求めていくのだろう。イタリアに行った友達もマリエ行った友達もそうだった。彼女たちが楽しんでいるのを見ると私は安心したし、同時に楽しまなければという焦りを覚えた。みんなが楽しんでいるのだ、楽しまなければ楽しまなければ日常のことを忘れ忘れて楽しまなければという部分です。私はこの感覚をユニバとかその遊園地に行った時にかなり感じるんですね。こうみんなカチューシャとかしてね、キャラクターが登場してきたらキャーって興奮して、あのすごいその世界に没入して楽しんでいるじゃないですか。そういうのを見ていると私もこの空間を楽しまなきゃって焦って、逆にあんまり楽しめないんですよね。だからなんかね、だからまあちょっと苦手意識があって、東京ディズニーランドも中学生の時の修学旅行以来人生で一回も行ったことないんですよね。どうなんですかね。今行ったら案外楽しめたりするんですかね。あ、でもあのユニバとかディズニーはちょっと苦手意識があるんですけど、地方のあんまり人がいない古びた遊園地は好きです。
にも抱えている悩みとか、長年心が呪縛されているものがあったりするんですよ。だから、まあ、あの人何も悩みなさそうだなとか、幸せそうだなとか、傍から見たらね、そう見えてたとしても、何かしらみんなそれぞれ抱えている悩みだったり、呪縛されているものがあったりするんだろうなと思います。であとね、客観的に見るとその人の悩みってちっちゃいことじゃん、そんなん気にしなくていいじゃんって思えるけど、いざ自分のこととなるとまあ、当事者にとってはすごい大きな問題で、簡単には解決できなくなりがちですよね。だからこの本を読んでると、マティアスの抱えていることもユリの抱えている問題も、そんなのいいじゃんとか気にしなくていいじゃんとか思っちゃうんですけど、でも多分今私が抱えているモヤモヤとしたこととか、呪縛されているものっていうのは、多分他の人から見たら、ちっちゃいことじゃん、どうでもいいじゃんって思うことなんだろうなと思いました。この本を読んでいると、今まであなたを締め付けていた何かを客観的に見れて、心が軽くなる可能性があるなと思っています。
ません、なんか ということで、なんか今最近ずっと同じようなことで悩んでいるなとか、なんか昔からモヤモヤしていることがあるなって思ってる人、この本をサクッと読んでみるとちょっと心が軽くなるんじゃないかなと思うので、おすすめです。最後3冊目なんですけど、これはじゃん、3冊
つはすべて概要欄に URL を貼っておくので、ぜひそちらから購入してみてください。だいたいこういう動画を作った際はコメント欄で皆さんのおすすめの本を求めているんですけど、コメント欄にあった本は結構読んでます、はい、なので今回も教えていただきましたら、それをすぐに買って読んで、またこういった動画を作れればなと思っています、はい、みんなね、生きてると本当にいろんなモヤモヤっとしたことにぶち当たったり、固定概念に縛られたりすると思うんですけれども、映画とか本とかそういった作品を通してもう一度自分を見つめ直すいい機会を与えてくれるのがこういった本だなとまた再認識しました。お疲れ様でした。おやすみなさい。